I don't think they have any requirements. Except for that quartz thing. Yep. Yeah. So no trial. We're just gonna watch here. And since it's a moon door, it's gonna be a long one. ここに記憶のかけらと祝福を与えん。もうすぐ先生の誕生日です。Oh. 子供たちはお手伝いを早く済ませて内緒で準備を進めています。いつもお世話になっている先生。でもまだプレゼントが決まってないんです。何か先生にぴったりな素敵なプレゼントは。Ah, there they are. Yeah, I don't expect much gameplay here, but I do like the orphanage gang, so... Hell yeah! Especially Mary. I really like Mary. Polly is on the side of the garden. I'm going to help with the food. After that... Yes, so let's do it teki-paki. It's okay! Okay! さてと、遅いわね。きっとまた道草食ってるのね、まったく。So there's Matron Teresa. 先生、お料理手伝いますね。いいえ、大丈夫ですよ。いつもお手伝いやみんなの世話を任せてしまって、ごめん。え？ううん。気にしないでください、先生。私年長だし、これくらいどうってことはありませんから。Ah, was it mentioned before? So she's the oldest. I was about to comment that she seems to be the de facto leader of the orphanage kids. Clem's a rebel, so he doesn't count. クローゼお姉ちゃんだってオートで頑張ってるんだもん。じゃあ。お部屋のお掃除してきますね。今朝またクラムが散らかしたから片付けておかないと。あ、マリー。あれ、ダニエルが鶏に水をかけちゃったのかな。私ちょっと見てきますね。ふう、忙しい忙しい。いつも手伝ってくれるのは嬉しいのだけれど、最近少し張り切りすぎではないかしら。 Yeah, it's your birthday, so... But, so there's Clem. どうだった？ちゃんとお誕生日の。 Or did someone took the money? クラムったら手ぶらじゃない。それがさ、すっげえ話聞いちまったんだって。 Jesus Christ. Yeah, well...Several hours earlier, so we're gonna see the story. Happiness stone?金色に輝く魔法の石でな。大昔、女神様がこの大陸をお作りになったのは、その時の女神様のお力は小さな光の粒となって、あまねく大地に降り注ぎ、やがて光は消えてしまったがの。高い山々の霞の向こうには、そしてそれらは空の見そばで長い年、それが幸せの石なのじゃよ。So I guess he is scamming Clem. しかもこの石、めったなことで見つかるものではない。何せ、深い山奥の高い高いところで成長する。オニールさんは、その極北の冒険で見つけたのかよ。うん、霊峰テイギスは、雪と氷に閉ざされた、それはもう険しい山じゃ。目もくらむ断崖絶壁、氷粒手を叩きつける吹雪。いつしか食料も底をつき、わしは白い砂漠をさまよった。ある時は見たこともない魔獣に襲われ、またある時は命綱が切れ。しかしこんなところでくたばるキャプテンオニールではないぞい。カミソリのような氷壁にこうがっしりしがみついてじゃな。くー、かっこいいぜ。 Yeah, he's a scammer. うんうん、
いついかなる時も決してこの不屈の男キャプテンオニールのようにな。そうわしはあまたの試練を乗り越え、わしすると不思議なことにあれほど荒れ狂っておった風が、そして雲の木でその石は光を受けキラキラと輝き始めてな。それはそれは。幸せの石。なあ、すっげえだろ。綺麗なの。キラキラの魔法の石なんて。Oh, okay. I thought. So, how come Clem didn't buy anything? Yosh, iku ze Daniel. Ore tachi de shiawase no ishi o sagashi dasun da. Ah, okay. So he was. He was just telling a story. He was not scamming Clem. All right. この辺りの高い山といえばクローネ連邦じゃん。 Yeah, and that's why you're always getting attacked by monsters and stuff. クローゼ姉ちゃんもリベールで一あの山になら幸せの石があるかもしれないぜ。いや、なんせ俺たちは不屈の男だからな。あのね、クラム、オニールさんの話は、マリーとポーリーはここで待ってろって。行くぜダニエル。あ、クラム、待ってよクラムちゃん、僕も不屈の男なの。マリー、誕生日プレゼントの話はバレないように気をつけろよ。それよりね、クラム、話聞きなさいよ。Yeah, he always wants to play the tough kid act, but he just keeps getting his ass handed to him. オニールさんのお話は作り話なんだってば。確かにちょっと晴天のお話も入ってたけどね。だから幸せの石なんてさ、でも幸せの石か。マリーちゃん、マリーちゃん。あ、ビッグラムちゃんたち行っちゃったの。まだプレゼントのこと決めて。ポーリー、なかなか感動的なお話だ。ポーリーってば、本当ボケーっとしてるわね。やっぱり私がしっかりしなくっちゃ。 Damn, she has a very strong sense of responsibility. クラムたちはほっときましょう。どうせ言うこと聞かないんだから。お誕生日のプレゼントは、ポーリー、浜辺に行ってみよっか。いつもの浜辺でたくさんつなげればネックレスになるわ。素敵なプレゼントよね。よし、了解なの。Oh, we're gonna control them? Alright. And of course, they don't have any equipment. Yeah, the kids are just wandering everywhere, and there are monsters everywhere too, so. Huh. So I guess we're headed towards near the Manoria village? Oh, what's that? Oh, what's this?Oh, alright. Now we're supposed to head to the beach right here. Oh, what's that? I seem to recall us doing this shell hunting in Cold Steel 3. That they are. 手触りはなかなかだけど、もっと明るい色がいいんだけど。All right. この辺りには幸せの
りダメか。幸せの石本当にあったら。マリーちゃん、やっぱりあの石ね。ポーリー、幸せの石って本当にあると思う？マリーちゃんは本当にあったら素敵じゃない？幸せはどこにでもあるの。Oh, there's something shining there. Gold chain. 金の鎖か。鎖だけだもん。これじゃプレゼントにならないわね。はい、ポーリー。これ、プレゼントにならなくっても大事にするのよ。What? ルシアちゃんだ。あ、ポーリーちゃん、マリーさんもだ。よ、孤児院のとこの子じゃないか。あの、はい、少し貝殻を集めてたんです。そうか、遊ぶのは構わないが魔獣には気をつけろよ。はい、大丈夫です。ルシアちゃんはお使いなの？うん、ほら、今日からマノリア村のバザーでしょ。だからルーアまでお知らせの張り紙を出しに行ってたんだ。あ、そっか、ポーリー楽しみにしてたの。うん、二人ともよか。ほら、 おい、引っ張るなって。Was that Grant? Yeah, I think it's Grant. Do you even have money?Do you guys even have money to buy something in the bazaar? Alright. Oh, I should have saved. Oh, we can save. Alright. So, where are we supposed to go? Here?Oh, maybe in the cliff side. Oh, there they are. Hello. What up, Grant? グラッツです。みんな名前覚えてね。Alright, so、yeah, I guess it's here. Yeah, there's the windmill. Can we buy anything here? あ、何かいいのはないかな。先生に似合いそうな。Oh, there's Clem. Is that Clem? Yeah, it's Clem, right? And Polly's not gonna tell Mary. 魔法の道具とか並んでそうな雰囲気だけど。いや、何か探しも。ちょっと、あの。え？持っている人を幸せにしてくれる石なんですけど。それはちょっと知らないな。どうも。そういえばクローネ連邦のとっても神秘的な話なんだけど。はい。I think he's gonna rehash O'Neill's story. 親父から聞いた。ちょうど今頃の季節かな。偶然その時期に山を訪れた人は、そしてその後、
Are you gonna go to the Crone Mountains? Please, no. どうしよう、ポーリー。やっぱり高い山とかって、これは本当の話よ。ねえ。もしかしたら、それなら、マリーちゃん。ちょっとだけ。No? ね、マリーちゃん、さっきね。え？クローネ山道に行くって言ってね。お準備万端って言ってたの。それ本当？マリーちゃん、さ、もう、クラムったら、マノリア村より遠くはダメって、いつも先生に言われてるのに。マリーちゃんもクロ、リク。先生のお誕生日プレゼントを探すためなんだから、それに、あの二人も連れ戻さなきゃいけないし。先生には、そう、絶対内緒よ。さあ行きましょう。Ah, yeah, you're gonna get in trouble. Oh, am I gonna have to control you? Alright. Where the hell is Crone Mountains? I forgot. Here? I think it's here. Yeah, we don't have a map. Anyway. Oh, alright. We have a cutscene here.幸せの石ってどんなのかな？やっぱりオニールさんの話みたいに金色でキラキラしてるのかな？きっと綺麗な石よね。おお。別にオニールさんのお話を信じてるわけじゃないの。 Yeah, you spaced out. ただ先生へのプレゼントにはぴったりじゃないかなって。あれ、 Oh, where is she? ポーリー、ポーリー、どこ行っちゃったの？I think it was here. She saw something here? I don't know. Body! もう、はぐれないでって言ったのに。 And there she is. Body! Stop spacing out! What the hell? Here? Oh, we have a map now. Crone Trail. Oh, we're headed towards the mountains, I guess.Got lost too. どっちから来たんだっけ？ポーリー、ポーリーってば！本当にどこ行っちゃったのよ。こんなに遠くまで来たことないよ。Yeah, this is the Crone Trail.幸せの石なんて話を信じちゃって全部私のせいだ。全部。 And there's a monster. ホーリーを探さないと。もし魔獣に襲われちゃったりしたら。泣いちゃだ。
うん。はあ、やっぱこの季節は少し冷えるっすね。The hell is that? あ、あなたは？声？なんすかもう！脅かさないでくださいっすよ！ A dragon? 心臓が止まるかと思ったっす。はあ、なんすか？オイラの顔に、なんて…な、笑いすぎっすよ！おいら、ああ、何かいろいろあったみたいなんで、いろいろってフロリアスとかオリオルとか。おお。おお、okay。Is this real or Mary's dreaming？ そうなんす。まだ320歳くらいっす。え？別に普通っすよ。それよりお腹すい…どこかにタンポポとか咲いてないっす。あなた、ひまわりとかも好きっす。太陽の味がするんすよ。あ、そ…Yeah, there are flowers there. マリー特製サンドイッチ。タンポポもひまわりも入ってないけど、鬼はきっと太陽の味がするわ。はい。うまいっす。それ私が作ったのよ。すごいっす。もう一個。もう一個？じゃあ半分欲しいっす。はい、半分。Okay. This just became weird. And they're running around. And they're playing.Okay. Hietsu. Ah, wakatta. Son, kono kurai nara hek. Chotto mattete. Hiyo wo okoshita ra ne. Hayame ni onegai suru ssu. What the hell? Okay, so we're getting firewood.Alright, so we're just picking up firewood now. Cool. Oh! Oh, I guess it's a costume. Maybe it's a costume. Huh. Yeah, it's too freakishly weird to be real. Yeah, so we're looking for more firewood.Okay, well, it does breathe fire, so... Okay. Okay. This is weird.
いない。終わっちゃったんだ。帰ろう。You haven't, found Polly yet. Oh, what the hell?So I guess that's a happiness. Oh, it's a dragon, alright. And we have memories of light. What the hell? Yeah, I'm pretty sure this is Mary dreaming. おい、大丈夫か？しっかりするんだ。 Yeah, she's dreaming. おマリーちゃん、あのヘンテコな魔獣、ま、魔獣なんていなかったの。今のマリー、マリーちゃん、マリー、全然平気じゃねえだろ。俺、みんなを守るって、もしマリーに何かあったら。クラム、だいたいお前いつも一人で無理しすぎなんだって。You do those things all the time. 先生の誕生日プレゼント、勝手に危ないことすんじゃねえよ。そうだよマリーちゃん、僕らもすっごく心配したんだから。みんなで探してたの。マリーちゃんいなくなっちゃうのも。ダニエル、もうごめんね、ありがとう。え、そんなんじゃねえって。ただプレゼントを探すついでに、そのあのね、クラムちゃんね、オニールさんのお店で飾り付けを買ってくるのは。 Is that why you were at the bazaar? だから先にバザーでお買い物して、お誕生日俺がやらないとマリーちゃんが困るからって。こら、ダニエル。それからクローネサンドに行ったんだけどね。おい、夢を見た気がして、とっても温かく。ま、やっぱり具合悪いんじゃね。大丈夫か？めまいがするとか。あ、ちょっといろいろあった。そっか。よし、帰るぞ。でも僕。何言ってんだ。みんな探し回ってクタクタだろう。ここにお疲れのお嬢さんもいることだしな。私なら。いんや、俺が送ってってやるから。無理して病気でもしたら先生が悲しむぞ。プレゼント探しなら明日手伝ってやるから。わーい、お兄さん、冴えない顔してなかなかやるの。冴えない顔は余計だっての。あれ、 Oh yes, she has the happiness stone. All right. あいつはKind of fairy tale-ish, but I dig it. Mari-chan, suggie! Siawase no ishi na no. Kitto. Kuramu wa, moshikashite to itte, furui pendant Manoria mura no bazaar de, guuzen mitsuketa no da sou. Kuramu to nakama tachi ni atoushi sare, pendant ni siawase no ishi o hame. Pittari desu.まるであつらえてあったみたい。ポーリーの金の鎖を通してみると、最後にダニエルは大事に持っていた綺麗な小箱と作り。ああ、ナイス。ああ。あれ？
Well, Grant's there, so that's cool. Matron Teresa's smell? Oh, alright. Now that's nice. Side story, happiness stone finished. Achievement unlocked, honeymoon, why the hell? Why the hell did I get that achievement? Happiness stone, alright. Ah, that was a cool story. So what the hell's the happiness stone? Where the hell's that? Somewhere here? Where is that? Oh, there it is. Obtain Sepeth. Ah, okay. But speed minus 20, so that's a big no. So let's head back to base camp. Yeah, I enjoyed that. I enjoyed that moon door. Always nice to see the orphanage gang, you know. So let's see. Ah, let's save first before something happens. So we all now only have 3 star doors left. So I will be doing this immediately. So we're gonna start off in the next recording session in Star Door 13. Now, let me just double check. I can't seem to recall. Yeah, we need 400 bows. But I think there's a status there, right? Where's that? Brawl Sweater Notebook? Does it show how much battle we've been through? Battles, 534. Alright, so... yep. So we can go there. So in the next episode, we will enter Star Doors 13. Yeah, I'm kind of overstepping the happiness that we felt in the Matron Teresa's moon door, but yeah, this is where things get serious. So we get this happy feeling in Matron Teresa's moon door. This one, yep. Who the hell is this dragon guy here? Anyway, so after all that happy touchy moon door, yeah, I guess even the 2 starters that we tackled, we're gonna tackle on these 3. So we'll start first with this one, the Star Door 13, and this is Ren's Star Door, and then we're gonna finish up with the 14th Star Door. Hopefully we can open it now. So yeah. So that's the plan for the next recording session, which, there's been some gaps in between my uploads because, yeah, things got a bit hectic here, but if things don't get too busy tomorrow, when I upload this, come night, I'll start the next recording session, so... we're almost done with all the doors here in Phantasma, and after that we will dive straight on to finishing this game. So if you enjoyed this video, hit that like button, and if you wish to be updated on my uploads, hit subscribe and the notification bell. You can also follow me on social media, links will be in the description down below. So thank you so much for watching, and I will see you all next time.